ヘルギーの3時のおやつ。はい、今日の3時のおやつでございますが、釜焼きシュー、とろ生カスタード。釜焼きシュー、とろ生カスタード、今日はこれをいただきます。開けてみましょう。釜焼きシューっていうシュークリームですな。とろ生カスタード、どんなでしょうかね。中はこんな感じ。ではまたこぼさないように食べたいと思います。いただきます。うまいな。何が釜焼き臭か知りませんけど、あ、普通のシュークリームとあんまり味は変わらんですね。美味しいのは美味しい。たまりませんな。やっちまったな。今日はやっちまったな。ズボンにべったりついたな。いかんこら。なんかやりそうな気がしたんだよな。決まったのはしょうがない。まあ、こういう時もあるさね。あまりにもクリームが多いんだよな。中に入ってるクリームが。まあしょうがないな。もったいなかったけど。で、飲み物ですが、あっさりミルクカフェラテ。これを飲んでみたいと思います。ちゃんとストローがついてるとこはいいな。これを伸ばして上からブスッと刺すんですな。ブス。いただきます。あー、なんだこれ、甘さを抑えれてあるな。あー、これはそれ
とも今甘いシュークリームを食べた後だから甘さを感じないのかもしれないな。コーヒー3、ミルク3、スイート2って書いてある。やっぱ甘さを抑えてあるんだ。いい味してますな。美味しいです。これはコーヒーの香りがブーンとします。はい、はい、そういうわけで今日はブリッとこぼした釜焼きシュートロナーマカスタードをとカフェラテあっさりミルクをいただきました。今日は失敗の巻。ではまたお会いしましょう。バイ。